はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、私の職場の部下でどれだけ注意しても仕事しない人間がいます。隙を見てはサボってばかりで努力する気配すらありません。同僚からも嫌がられて嫌われています。努力しない人間を努力させる方法はありますか？それとも努力しないのは先天的な性格でしょうがないものなんですか？というご質問です。そうですね、まあ、まずその部下の方が年齢が若ければ年齢が若くて努力する気が本当はあるんだったら、まあ、ちゃんと説明すれば努力してくれる可能性はありますね。でその部下がね、努力する気があってで理解力もあって頭がそんな悪くなければちゃんと説明してあげればいいと思いますね。ひょっとしたら本当は努力して仕事をやりたいのになんとなくそのできない環境下に置かれている可能性っていうのもなくはないですね。まあ、その場合だったらその悪いところがあったら悪いところを改善するように上司の人が努力したりとか、あるいはその努力するようにちゃんとね教えてあげるっていうことが必要になるかもわからないですね。まあこれを仕事を努力してこうやって結果を出せば、まあ同僚の人からも認められてもらえるし、あるいは会社の上部の人からも認められて、で昇進して昇給してね、まあ給料がもらえて、それは結果的に自分のプラスになるよっていうことをちゃんと説明してあげれば、まあよっぽど環境が悪くなければ、まあ努力して仕事をしてくれる可能性はありますね。ちゃんとそれを理解することができれば。まあ年齢が18歳から25歳ぐらいまでだったらその可能性はあります。まあ言ってても30歳ぐらいでもその可能性はありますね。まあ、可能性はあるってことで、でも可能性がないかもわからないですね。まあ、どれだけ説明してあげて優しくしてあげてもやっぱり努力しない人はね努力しないんですよね。っていうのは努力っていうのは才能なんですよね。まあ、最近の結果だと、まあ、努力の遺伝子があるっていうことがある程度分かってきて、その努力の遺伝子を持ってる人と持ってない人がいると。でその努力の遺伝子っていうのも、まあ、ある程度その程度があると、どれぐらい努力できるかって程度があるわけであって、だから努力も才能なんですよね。で、まあ、よくその人間の能力っていうのは才能かける努力で出来上がるって言われてるじゃないですか。トーマス・エジソンもその天才っていうのは 1% の才能と 99% の努力であるって言われてて、まあどれだけ何かのね才能があっても、その努力をしてその才能を伸ばしていって結果を出さなければ何にもならないわけであって、まあその才能かける努力でその人間の能力は決まるっていうふうに言われてたんですけど、でもまあ最近の研究だとその努力自体もですね、その誰でもできるわけじゃなくて、努力の才能を持っている人と持ってない人がいて、まあ、努力の才能を持っている人は努力することができるよっていうことなんですよね。その最近の研究っていうのはですね、ミシガン大学とテキサス大学の共同研究で、努力遺伝子の研究でミュージックアカンプリッシュメントっていうですね、その研究がありまして、この場合の努力っていうのは一つのことに長時間多量の努力を労力を注ぐことができるかっていう、まあ、それを見るための研究であって、これはですね具体的には850組の双子のサンプルデータなんですね。まあ、その850組の双子に音楽の楽器の練習を長時間多量の労力を注げるかどうかっていうのを、まあ、調べる、まあ、研究結果なんですけれど、まあ、結局一卵性双生児っていうのは遺伝子が全く同じわけなんですね。なのでまあ複数の一卵性双生児に、まあ、楽器の練習を長時間多量の労力を注げるかっていうふうに、まあ研究したわけなんですけれど、そうすると努力する人はですね、やっぱり双子一卵性双生児がやっぱり努力するんですよね、セットで。やっぱり努力しないのは一卵性双生児セットで努力しないんですよ。まあある程度その遺伝子だけじゃなくてね、まあ、育ってきた環境とかにもある程度左右されるとは思うんですけど、まあそれでも850組の双子のサンプルデータでですね、
やっぱり努力する、あの一卵性双生児は努力するし、まあ、しない一卵性双生児は努力しないっていうですね、まあそういう結果が出たわけですね。なのでその結果、まあ、努力っていうのも才能であって、まあ、努力の遺伝子が遺伝子が存在するっていうことがですね予想されるわけですよね。なので、まあ、世の中にはいろんな業界でね、スポーツとか政治とかビジネスとかでもその努力して結果を出す人たちっているわけじゃないですか、まあ、例えばイチローさんとか浅田真央ちゃんとか、イチローさんなんかはもともと野球の才能を持ってて、なおかつ努力の才能も持ってたから野球をひたすら頑張っていって、能力も伸ばしていって大きな結果を出したっていうわけですよね。浅田真央ちゃんもスケートの才能を持ってて努力も積み重ねていっていって、その結果を出したわけで、まあ、同じことはもう政治家とか、まあ、ビジネスマンとかにも言えるわけなんですけれど、なので、まあ、今までは結構誰でも何らかの才能を持ってて、その才能を見つけて、その自分の才能をひたすら努力して伸ばしていけば誰でも結果が出せるんじゃないかっていう感じで言われてたんですけど、実はその努力自体も才能なんですね。何らか その野球とかビジネスの才能を持ってても、努力の才能を持ってない人は結局宝の持ち腐れで努力しないから結果も出ないわけですね。っていうことがですね、だんだん分かってきたわけですね。なんですよ。なのでその最初の質問に戻りますが、この質問者さんもその仕事しない努力しない部下が努力の才能、努力の遺伝子を持ってない人間だったら、どれだけ注意して優しく説得しても努力しない可能性はありますね。まあ、その場合は、まあどれだけその努力しない部下をですね、努力するように上司が努力しても、その上司の努力は無駄になってしまうっていうこと、まあ、それがありえます、はい。まあ、僕自身も、まあ、今までその誰でも才能を持ってて、まあ、だからその才能をね、努力で伸ばしていけば誰でもそれなりの結果が出せるもんだって思ってたんだけれど、実はまあ努力も才能なんだなっていうことがですね、まあ、分かってきたわけですね、こういう研究結果から、うん、そうなんですよ。だから仕事でも、あとまあダイエットなんかもよく言われますよね。ダイエットなんかも努力の才能を持ってない人って結局ダイエット絶対成功しないんですよ。で、大体その努力の才能を持っていない人って共通点があって、その自分が努力しない理由とか言い訳を常に探してるんですね。だから例えば自分が仕事ができないのを、自分が努力しないだけなんだけれど、その自分が努力しない理由とか言い訳をその他人のせいにしたりとか、あるいは環境のせいにしたりとか、会社のせいにしたりとか、あるいはその親のせいにしたりとかね、親がこんな風に俺を育てたから結局社会人になっても活躍できないんだとか、あるいはその国のせいにしたりとか、政治家のせいにしたりとか、政治家がちゃんとした政治をしないからこんな日本は終わってると、こんな日本 では俺は頑張れないとか言って、まあ、国とかね、政治のせいにしたりとか、結局自分が努力しない言い訳をですね常に探してるんですね。で、努力の才能を持ってる人ってある程度その逆境に置かれてても努力するんですよ。やっぱり努力する遺伝子を持ってるんで、なので逆境に置かれててもなんとかその逆境を乗り越えようとして努力してステップアップして、さらにスキルアップしてっていう風にして結果を出していくんですけれど、やっぱり努力しない人、努力の才能を持ってない人っていうのは、まあ結局努力しないで、努力しない理由をずっと探してるんですよね。だからダイエットなんかすごく分かりやすいんですけれど、ダイエットって実は理屈的にはすごく簡単で、正しいダイエット方法をちゃんと勉強して、まあ、そのダイエット方法を努力して頑張っていけば誰でも痩せるわけですよね。まあ、マイナスカロリーにして食べ過ぎない、まあ、適度な運動をするとより良いですよっていうですね、もうシンプルなことをですねそれなりに勉強して努力すれば誰でも痩せれるんですけど、でもで
ダイエットしても結局全然痩せない人っているじゃないですか。まあそういう人たち、ほとんどの人が努力の才能を持ってない人ですね。でそういう人たちって自分が痩せない理由を常に探してるんですよ。その体質のせいにしたりとか、自分は太る体質だから、食べなくても太るんだとかね、そのありえないことを言ったりとか、本当はそういう人って大抵食べてるから太るだけなんですけれど、あとはその自分はダイエットする気があるのに、その親がご飯いっぱい作って私に食べさせてくれるから結局痩せれないのとか言ったりとか、あるいは忙しくて運動する暇がないから痩せれないんですとかね、まあ、別に運動できなくてもその食事制限だけでも痩せれるんですけど、まあ結局ダイエットできない人って常にダイエットができない、努力しない理由を探してるんで、そういう人たちってどんだけ正しいダイエット方法を教えても絶対痩せないんですよね。強制的にどっかに閉じ込めるとか、強制的にダイエット道場に通わせるとかですね、まあそういうことぐらいしないと痩せないわけですよね。で、まあ、同じことがまあ仕事にも言えるわけであって、最初の質問に戻りますけれど、仕事でも自分が仕事を努力しない、仕事しない理由を常に探してるんですね。努力の才能を持ってない人たちって、なので他人のせいにしたりとか会社のせいにしたりとかしちゃうわけですよ。なのでその努力の才能を持ってなくて努力しない人に対して、上司がちゃんと努力して仕事しなさいよって、同僚からも嫌われてますよって、その上層部からも目つけられてますよ、ちゃんと真面目に仕事しなさいよって理屈でちゃんと注意してでもですね、最悪の場合その注意したことを理由にされてしまう可能性がありますよね。例えば真面目にねちゃんと注意したのに、そういう言い方されると余計やる気がなくなるって、もう本当にやる気なくしたって言って、まあ、結局それで努力しなかったり仕事しなかったりとかするし、ちょっときつめにね、もういい加減にしろって、みんな怒ってるぞって言うとパワハラだって、あんなパワハラされたら余計やる気なくなるって、この会社は最悪だって言って、やっぱりそれも会社のせいにしたりとか上司のせいにしたりとか、あるいはきつく言うとパワハラって言われるから、その優しく理屈でですね淡々と説明してあげると、今度は逆にあんなネチネチ言われたら余計やる気なくなるわとかって、ロジハラだって言ってきたりとかして、結局どんだけ頑張ってですねその上司が部下をですね努力して説得しようとしてもですね、結局その説得したことがですね裏目に出て努力しない言い訳に使われてしまう可能性があるんで、結局その努力の才能を持ってない人を努力させる努力を上司がするっていうのがもう全部無駄になってしまう可能性が高いですよね。だからもう最悪の場合、もうその諦めるっていうのもね一つの手かもわからないですね。まあこんなこと言うと怒られちゃうかもわかんないんですけど、結局努力しない人ってどれだけ言っても努力しないんで、まあ、最低限の注意だけして、もうあとはもうそれ以上努力しない、仕事しないのはまあ諦めるっていうのも一つの手ですよね。まあそうするとその同僚が余計にね怒っちゃうかもわからないんですけれど、まあもう最悪の場合、そういう場合はですね、もう自分が努力するのが一番いいかもわかんないですね。結局その努力の才能を持ってない人をですね努力させるための努力をですねしてもですね、結局その努力って無駄になるんですよ。でもこの上司の人が努力の才能を持ってる人だったら、まあ、自分は努力できるわけですよね。だったら努力の才能を持っている人が努力すればそれは必ず実って成果が出るわけですよ。でも努力の才能を持ってない人を努力させるために上司が努力しても、その時間と労力って結局無駄になるし、まあ、あだとなって逆にパワハラだロジハラだって言われちゃう可能性もあるわけなんで、だったらもう最低限のことだけ言って諦めて、あとはもう自分が努力して結果を出すっていうことを頑張った方がいいかもわからないですね。まあ詳しいことはねこの会社のことわからないですけど、まあ、僕のアドバイスとしてはそんなところです。はい、そのね部下の方がね努力の才能を持ってない人とは言い切れないんで、説得するねのチャレンジするのも
もちろんありだとは思いますけれど、まあ、こういう研究結果があったということをお伝えさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。